先ほどですね、ワッシャー、まあ、ステンレスのね、こういう、平ワッシャーっていうんでしょうかね、そちらをちょっと注文したんですけど、そう、バイクで、それを何に使うのかというとですね、ナンバーです。ナンバープレートを取り付けるのに、はい、それを使う。あと、スプリングワッシャーね、それも一緒に、まあ、それは今、まだいっぱい残ってるんで、とりあえずね。で、まあ、千葉県、まあ、東京都、神奈川、まあ、関東圏、どこだかな。横浜、神奈川はちょっと違いましたかね。まあ、とりあえず千葉県とかこういう、登録するとね。で、ナンバーを買う。ナンバーセンターでナンバー買いますよね。そうするとこれですね。頭がこういうやつで。で、ワッシャーが入ってるんですけど、このワッシャー取れないですね。取れないような構造ですね。無理やり、取ろうと思えば取れるのかもしれないけど。で、あとナットが1個ついてるんですけど、まあ、これで止めてくださいよっていうことです。二輪車の場合はこういうやつ。で、四輪の場合は、ここがもし短くて、ナットがついてないタイプですかね。直接ね、まあ、車体の方にネジは切ってあるんで、そこに、ね、締めちゃいますから。二輪の場合は、ナンバーステイにこれをね、つけるっていうことで。で、つけたことあることはもちろんお分かりかと思うんですけど、これだけなんですよ。これと、で、あとこっち。ただナット、裸のナットだけなんですよ。だから、裏側が、まあ、大体樹脂ですよ、今のはね。鉄のプレートのも、まあ、最近はでも減りましたかね。普通のオートバイでも鉄のプレートってなくなってきたんじゃないですかね。樹脂のね、あれに、まあ、穴が開けてあって、で、そこに止めるんですけど、反対側、これいきなりナットでね、これだけ止めるわけにいかないじゃないですか。だから、まあ、ワッシャー。いわゆるこう、表面広くするね。こっちに入ってるのと一緒ですよ。こっち側にね、入ってる。で、今のやつってステンレスつけてくれるんですよね。昔はユニクロメッキですよね。あの鉄の。ちょっと少し金色っぽいやつ。ね。ほら、つかないの。マグネットに。ね。すごい。ステンレスだったんですよ。で、これまだ地域によってはまだ昔の中のね、鉄を使っているところもあるみたいですけど、ステンレスだったの。それいい、まあいいことなんですよね。錆びないし。まあ錆びづらいね。錆びづらいし。ね、あの、車とかでね、ナンバープレートを止めてるやつが錆びて、赤いのがダラダラダラって垂れてね、あれ見ると、いやーって思うんですけど、ランサーエボリューションとかでね、それ見ると、って思っちゃうんですけど、ちょっとね、ちょっとね、やっぱりね、貴重な車だから、それが、ナンバーだけじゃなくて、他のところまで錆が、その錆が映っちゃってるとね、残念ですよね。余計なお世話なんですけど。で、まあ、要は止めるのに、ワッシャー。で、ワッシャーだけだと、ワッシャーにこのナットだけでね、締めても、まあ、面圧っていうんですかね、当たる場所、なんていうのかな、当たる部分が増えるので、まあ、緩みづらいとは思うんですが、まあ、樹脂にこれがいきなりぐさって刺さっててもそうですけど、ただやっぱりほら、外してね、また使うことある、車両中古車としてまた出回るわけだから、それじゃちょっとあれだからと思ってね。で、ワッシャーと、で、あとスプリングワッシャーね。で、せっかくこのナンバー止めてるのがステンレスなのに、ボルトとナットがね、ワッシャーと、それが鉄じゃあれだから、ステンレスのワッシャーと、ステンレスのスプリングワッシャーね。はい。それを使って、止めているんですけど、特にあの振動の大きいバイクね、まあ、例えば SR とか、ああいうのだと振動すごいので、やっぱ緩んでナンバー飛んでちゃったら話じゃないですから、一応ね。はい。で、これ市町村だとまた話は別で、いろんな、例えばこういうやつとかね、もう初めからスプリングワッシャーつけてくれたりするんだけど、これどこだろう、船橋かな、船橋とかこんな感じなんですけど、ただ残念なのはね、まあこれ、あら、すごい。跳ねて入りましたよ。で、スプリングワッシャーが1個入ってて、これね、板バネ。で、これ、締める方には、引っかからないんですけど、緩めようとすると引っかかるっていうね、ように、なってますね、これね。こういうやつね。スプリングワッシャーっていうね。はい。で、あと、こうワッシャーが入ってて、要は、ここにまあワッシャーを当てて、ね、ナンバーを押さえるっていうね。そして裏側これ入れてたんだけど、対象物にいきなりこのスプリングワッシャー入れちゃうと、対象物傷ついちゃうんで、緩めるときに。だからまあワッシャーもう1枚入れたい。ね。そうすると、こう、やっぱ結局買わなきゃいけないとかね。うん。まあこれ鉄ですけど、まあ鉄のワッシャーでもいいんだけど、うん。ね、こんなのも。ね、まあ、いろんなパターンがあるんですけど、そう。だから、ちょっと、あれ、マグネットが、ね、いっぱい、いっぱい入ってます。ワッシャー、全部、ボルトね。うん。で、いっぱいです。
で例えば BMW とかドカティとかもそうですけど、輸入車だと結構あの専用のね、袋ナットがついて、袋ナット、ナットの上がこう袋状になってるやつね、はい、それをナンバーの表側にして止めてたりしますよね。まあちょっとスッキリした感じでね、見栄えとかね、うん、まああれ結構するんでね、袋のやつね、はい、そういうので止めたりとか、まあいろんなパターンがあると思うんですが、うん、あと、まあ、車外のね、ナンバープルフレームと、そういうほら、ナンバー盗まれたら困るっていうね、あれもあって、トルクス、いじりどろめトルクスっていうんですか、真ん中にね、星型で真ん中に突起のあるやつ、そういうので止めてたりとかね、する場合もあるかもしれませんが、はい。まあね、でも、とりあえず止めるのに、いきなりただ、つけてきたのがそれしかないから、つって、それで止めちゃうとね、うん。車体の方、樹脂のあれがね、こう削れていっちゃったりとか、あと、いろいろあるじゃないですか。だからまあ、ワッシャー入れたりと。そう。お金かかってるんですよ。経費です。経費じゃないよ、これ。仕入れなのかな。経費にしたら怒られます。これは、あれですか、仕入れですか。車両の価格に含まれると、まあ、いうことになっちゃうんですかね。ね。なんか、中古車が、10月1日からね、総額表示じゃなきゃいけないみたいな話なんですよ。うん。総額表示にしなきゃいけないんですって。うん。だから車両本体価格プラスやれなんだっていろいろあります。で、まあ、オートバイの場合は、まあ、諸費用どうしてもまあこの話はねしなければいけないのですが、車両本体、まあ、一番わかりやすいのは新車ですよ。新車ね、メーカー希望小売価格っていうのが一番わかりやすいんですけど、車両本体価格ですよね。車両本体価格に、まあ、大体ですよ、大体つくものとしては原付クラスにしますかね。 125cc だと自賠責保険と、その自賠責、車両を登録するための、登録代行費用ぐらいですかね。それが一応、諸費用。そんだけですね。そんだけですね、諸費用ね。うん。で、納車整備費用っていうのは、車両本体に含まれているので、別になんか取っちゃいけませんみたいな話もあるんですよ。話もあるんです。メーカーが言ってるんです。それは、納車整備をしないお店はそれでいいと思います。要は、納車整備しないっていうのは、その入ったオートバイをね、新車で入りました。で、あとは、もう、ガソリンちょろっと入れて、バッテリーつないで、まあ、ミラーがついてなかったらミラーつけて、まあ、ね。で、あとは、タイヤの空気見て、みたいなね。最低限のあれです。ね、だそれだったら、まあ、納車整備代もらっちゃいけませんと、まあ、セット、まあ、しょうがないね。うん。だけど、そこから、まあ、ホイール外してなんかどうのこうのとか、そういうのをこと細かくやるお店ってあると思うんですよ。なんかね、あります。そう。なんか、Google のあれ消してましたね。あれ消せるんですね。消し方があるんですよっておっしゃってました。教えてください。うちも消したい。そう。いやいや、別にいいんですけど。私、昔一生懸命消してたことがあるんですよ。廃業、閉業、閉業っつって、Google に。出して無理やりそこを消そうとしてた自分で、それなのに元戻っちゃうんですよ。だ閉業じゃダメなの、やってるからね。実際はあれどうやって消そうなんですかね。やっぱり あっちですか、前輪。でも今前輪とやってないんですよね。そう、前輪とかとやって乗せるなっていうね、うん、うちをっていうようなことできるらしいんですけど、お店ですよねとか言われるんだよね。宣伝乗ってた方がいいんじゃないですかみたいなことを言われる場合がありますけどね。まあそれはちょっと話が逸れましたが、まあそういうのとね。うん。で、これが、いわゆる 250cc クラスになると、250cc クラスになると、もちろん自賠責。あと新規だと重量税4900円。あとナンバー代がかかります。で、プラス登録代行費用みたいなね、のがかかっちゃいます。はい。で、これ最低限。で、それプラス、お店によっては、新車販売手数料とか、新車セットアップ手数料だとか、何ですかね。そういうのを、まあ、請求するということですね。その代わり車両本体を値引きして売ります、みたいな。いうね。うん。のもあると思います。はい。で、まあ、新車だとそんな感じですね。で、あと、車検ですよね、問題はね。車検のある場合だとまたちょっとね、話が変わってくるんで、難しいんですけど、これが中古車になった場合。中古車になった場合って車両本体価格はないんですよ、要は。わからない。ね。いくらでもいいの。ゼロかもしれないし、100万かもしれないし、1000万かもしれない。うん。で、中古車ってそのままで販売できる車両ってないと思っていいです。はい。大体何かしらしなきゃいけない。要は、加修って言われてるね。加える修理。何かしらしなきゃいけない。タイヤが古ければタイヤ変えるし、
もちろんね、フロントフォークオイル持ってフロントフォークシール変えなきゃいけないし、ね、もちろん中古車だから油種類変えなきゃいけないとかね、エンジンオイル変えなきゃいけない、ブレーキフルード変えなきゃいけない、クーラント変えなきゃいけない、ね、そういうの出てきます。やっぱり。ね、もちろんチェーンがあれだったらチェーン変えなきゃいけないとかね。もう至るところが要は消耗してるから、中古車っていうのは。そうすると、車両本体いくらで、じゃあその代金がいくらですっていうようなやり方、うん、じゃなくて、もうその売る場合にこの状態で売りますっていう金額で総額でもう総額表示にしてくださいよっていうようなことらしいんです。そうしないと車両本体はいくらなのに実際に、支払い金額になるとべらぼうな金額になっていると。車とか結構ありますよね。だいたい車だと例えば18万とかねで表示されてたとしても乗り出しだと30から40万ですよね。車検取って、整備して車検取って、登録とかやって、大体そんなもんですっていう。そうすると、昔から言われてたんですけど、表示価格はそれなのに、なんで実際高いじゃないかというような話になって、で結局、ああだこうだっていうことになるんですよ。うん。でも、まあ、大方ね、まあでも、実際はそれぐらいの金額だよねって言って買ってる方が多いんじゃないですか。うん。まあ、車検だなんだって大体プラス十何万だよね、なんてね。うん、そんな感じだと思うんですけど。はい。まあ、それをだから、増額表示にしてくださいよっていうことなんですけど、まあ、中古車だから増額表示にできるかっていうと、また難しい問題で、登録する場所によっても変わるんですよ。だから、前置き、やっぱりどっちにしても前置きは必ず、その、正し書きみたいなの出てくるんですよ。なんか、なんとなく。うん。だから、県内で、やれ、どうのこうのとか。なぜかって言ったら、ナンバー代も違うんですよ、どこでも。みんな違う。都道府県によってナンバー代って金額が違うんですよ。そうするとナンバー代の金額っていうのが差になって出てくるでしょ。そうすると表示総額表示いくらなのになんで値段違うんだよって話になってくるわけ。だからそういう県外その県内で管轄地域での登録の場合においてどうのこうのとか結局だそうなってしまうとそういうのを書くようになっちゃうと結局総額表示って言っても意味なくなっちゃうんですよね。わけわかんなかった。結局は違うじゃないかって話なんですよ。何百円でもの差だかもしれないけど。あと登録代行にしても、お店によってはね、全部こと細かに代書屋さんの金額でやるかもしれないじゃないですか。そう。違うんですよ。代書屋さんの金額もみんな。やっぱり。違うんですよ。うん。高いのね、横浜、川崎？横浜？横浜じゃない。相模か。相模高かった。うん。で、何件か電話したんですけど、まあ高い。どこも高い。挙句の果てにどんどん高くなっていくの。ええと思う金額なんですよ。相模。ね。でも、例えば、千葉、東京、埼玉、茨城、群馬もあんのかな？群馬、山梨、栃木。栃木は違うか。栃木は違うわ。うん。で、登録サポートっていうところがあって、そこはもう一律いくらなんで、たとえどこだろうがもういくらって決まってるんですよ。そう。安いですよ。で、県内はちょっと安いんですよ。なんかあるみたい。県内は同業者だから、なんかわかんないですけど、安い。あと、東京の、あそこ、立川かな。立川は、多摩ナンバーね。多摩ナンバー。立川。国立にあるのか。あそこ、国立市か。あ、立川って言っちゃいけないんだ。国立ですね。うん。国立に、何坂さんっていうところがあるんですけど、そこ安いんですよ。あ、本当ですか？はい。はい。じゃあ、いくらです。はい。いかがでいいです。はい、わかりました。感じだ。話し方ね。そう、あ、そうですか。はい。安い。そこ安いんですよ。はい。まあ、だからそういうね、あと大阪とかも安いですね。大阪もそんな高くないね。うん。あとね、高いのね、静岡。うん。静岡県はみんな高かった。はい。私の印象ではね。でも、まあ、多少なりなどもあるんですよ、差が。で、そしたら、それを全部調べていくらですってやるようになったらね、それこそわけわかんなくなっちゃうでしょ。うん。うちの場合はもう6600円。税込みって表現よくないの。いいの税込みで。大丈夫？消費税、あれは消費税じゃないとかいう話になると難しい話になってくるから、まあ一応ね、消費税、まあ税込み、6600円で、どこでもやってます。はい。たとえ沖縄でも北海道でもね。うん。だからそれよりもオーバーする場合もあります。送料も含めてやってますからね。うん、オーバーする場合もあります。でも、逆に、ちょっと儲かんだよねっていう場合もあります。少しね。うん。少しだって6600円だからね、いただいてやるのが。全額、うちの利益でも6600円です。6000円ですから。600円は国に払うからね。うん、600円。6000円ですよ。現実は。でも、現実は全部6000円入るわけないんだから。
ね、送る送料もあるし、送りとあと戻しのね、送料もあるでしょ。あと、そこは大事なさんにお金払うわけだから。うん。で、そこで私は、うちはなぜかというと、そこで利益を得ようと思ってないから、そういう金額でやってます。やってます。でも、だからそういうのも全部含めて、だからそれが例えば県外だといくらですね。ああ、県外ですか、じゃあプラスいくらですみたいにやってるところもあります。車屋さんとかそうですね。県内はいくら、県外はいくら。みたいなね。うん。で、こと細かく、どこどこはナンバー代が、じゃあ、どこどこだったら、じゃあ、いくらですって、ね、見積もり作ってね、やるところもあると思いますよ。うん。でも、それをどうしてやんない、うちはもう、最初の頃はなんか、そんなようなこともやってた記憶もあるんですけど、やめました。はい。めんどくさいから。そんなことやったらもう、とてもじゃないけど、で、中古車を全部総額表示にして、いくらですっていうやり方をやってたんですよ。うん。そう。だけど、だんだんともう、それもちょっとあれかなと思って、登録の部分だけは別にしてね。だから中古車の価格は整備代、うちでまあこれは絶対整備しなきゃダメだと思っている部分は入ってる。プラス、ナンバー代と登録代行。まあ自賠とか重量税とかある場合はそれは入ります。入る、それ別にしてっていうね、あるんですけど、そういうようなやり方をね、最近してるんですけど、また総額にしなきゃいけないっていう話だから、それも全部含めた上での総額になると、まあ、いうことですよね。はい。で、内訳としては、車両がいくらで、これがいくらでっていうようなね。うん。まあ、そういうことなんですけど。うん。で、整備云々、中古車に関しては、整備云々っていうのは車両価格に含めなきゃいけないと。うん。それが車両価格なんだっていうね、ことになるみたいですけど。まあ、それはそれで、手抜き整備になる可能性はありますよね。わかります？買えなくても良ければ買えないっていう話になってくるでしょ？だってもう、お金決まっちゃってるから。これが、後から請求するっていうようなシステム。で、また見積もりでね、こういうことですっていうのであれば、やった方が得だからね、どんどん。あ、これもあれも買いましょう、これも買いましょうっていう話になってくるけど、そうじゃなかったら、ね。だから実際どうなんだっていうね。うん。要はですね、要は分かりづらいとかやれなんだって言うんだけど、結局はね、やっぱり話を聞いて、いくらですか？で、見積もりもらって、それで納得するかどうかなんですよ。総額でいくらか。表示価格が出してるのが安いから、ああ、得かなっていうことじゃないじゃないですか。やっぱり。そういうことじゃないもんね。じゃあ、それが高かったら、あ、全部入ってんだな、OK だなっていうわけでもないでしょ。で、じゃあ全部入ってるんだ。総額だから全部入ってるんだって言うんだったら、もういいのかと。もうみんな入ってるんでしょってなります？あ、じゃあこれタイヤとかみんな交換してくれるんだな。あ、なんか、ひび入ってるし、とか。入ってるんですか本当に。わかんないじゃないですか結局。そしたらそれをちゃんと話してね、どうなんで、いくら入ってるんですかとか、急そういうことになるわけでしょ。うん。あ、じゃあ入れる、あ、入れます。あ、これは入ってません。あ、そうなんですか。入れた場合はいくらですか。あ、じゃあいくらです。結局そうなっちゃうじゃん。ね。それやった場合はいくらですか。あ、こうでこういくらです。ね。その場合は二重価格じゃないの。別扱いだからいいんだ。じゃあ何も入れないで現状ですと。ね。だから現状でも登録して、とりあえずもうこの状態でお渡しです。ね。整備はうちはしません。っていうやり方も OK なんだ。ね。あとから、あれも変えなきゃ、これ変えなきゃいけない。っていう。ね。ほら、変えなきゃいけないっていうのも、人によって違うからね。いや、このままでも車検は通りますよ。って言われたらアウトでしょ。タイヤが、30年前のタイヤがついてると。ね。でも、とりあえず山は残ってる。ね。車検は通った。通る。うん。じゃあ、そのまま乗れんのかって。まず話は別なんですよ。とかね、うん。エンジンオイルだって古い。もうかなり昔のホイールだ。でも別にエンジンかかるし、それで問題ないんじゃないですかって言われたらどうしようもないじゃないですか。ね。まあ、普通、一般常識ってのはわからないからね。その人の常識ってのがあるから。総額表示っていう考え方がね、正しいんだっていうのもまたちょっと変だなと思うんですよ。で、また全部それに揃えなきゃいけないみたいになると、必ず悪いのが出てきますから、その中で。ああ、そう。思いますよ。だ、今まではこうやっていろいろやってお金を取ろうとしてる。ね。でも今度は逆ですよ。やらないで、なるべくコスト削減、何にもしないでお金を取ろうとするようになるんじゃないですか。
それはそれでちょっと問題になってくると思いますけどね。うん、ね、そうなるとやっぱり良心的なお店さん、お店で買いたいよね。ちゃんとやってくれると思うところ。うん、あの初めからお金いくらって言うけど、で見たところちょっとこれだったからこれも交換しておきましたっていうようなお店だったらいいお店って言ってもいいかもしれないですよね。うん、ね。で見て、いいかっつって。だもう額決まっちゃってたらそうなるよね。思わないですか？額が決まってたら、ね。販売、もうもらう金額がもう初めに設定で決まっちゃってるんだったら、いいかっつって。ね、なりかねない。誘惑に駆られるとき。ブレーキパッドとか見て、でもちょっと残ってなんか5割ぐらい残ってるからいいかなとか思っちゃうんですよ。このままでいいや。やべ、ね、はい、お客さん次第なんだよね。お客さんがあの後からお金かかってその分はまあ払いますからいくらでも請求してくださいって言ってくれるお客さんもいらっしゃるんですよ。まあだいたいいくらぐらいの範囲だったらもういいですって、あの全然聞かなくてやっちゃってくださいって言っていただけるお客さんとかだったらいいですよね。でもそうじゃないお客さんの方が多いと思うんですよ。現実はね、そういうお客さんっていうのは珍しいんですよ。はい、そういうお客さんはもう大切にしたいよね。何の話です。話になってもね。はい。まあそんなところでですね、ちょっとね、まああれもかね、あれも用意しなきゃいけない、これも用意しなきゃいけないということで、まあワッシャーを用意して、ね、なくなっちゃうね。あ、なくなるってことは売れてるってことだね。使ってるってことだから。ありがたいね。そういうことで丸く収まりましたね。はい。丸ワッシャーということ。